皆様おはようございます。ただいまの出席議員は17名で定数を超えておりますので、これより本会議を再開し、直ちに会議を開きます。この際申し上げます、牧野直樹議員から欠席する旨の届け出がありましたので、ご承知をお願いいたします。日程第1、これより一般質問を行います。5番小野義行議員。はい、部長。小野義行議員、皆様おはようございます。精神科医の小野義行です。まずはじめに、パリオリンピックにおいて柔道女子の手口クリスタ選手が金メダルを獲得されましたこと、心よりお祝い申し上げます。この快挙を祝して8月14日に市役所への表敬訪問が行われ、出口選手は市民の皆さんから温かい祝福を受けました。その後、塩尻の合原街道で盛大なパレードが実施され、多くの人々が集まりました。街は歓声と笑顔であふれ、出口選手の偉業を祝う素晴らしい一日となりました。これからもますますのご活躍をお祈りしております。本当におめでとうございます。また信州塩尻農業公園チロルの森は7月27日から9月1日まで期間限定でオープンし、想定を大きく上回り、2万5000人の多くの来園者でにぎわいました。期間中、宝石探し体験やアルプスキャラバン、シルバニアファミリーの特別ショーなど、さまざまなイベントが行われました。この再オープンは多くの人々にとって待ち望まれていた出来事であり、地域の活性化にも貢献しました。今後はチロルの森完全復活に期待しております。それでは事前の通告に従いまして、一般質問をさせていただきます。1、コミュニティ FM 放送について。1、コミュニティ FM 放送と市の関わりについてお聞きいたします。コミュニティ放送は超短波 FM を利用して地域に関連する話題や行政、観光、交通などの詳細な情報を提供するメディアです。この放送は地域の活性化に寄与することも目的としており、地域に密着した情報を発信します。近年は価値観や生活様式の多様化に伴い、情報ニーズも多様化しているため、県域を超えた小規模な地域、市町村単位を対象とした放送の必要性が高まってきていました。そのため国総務省は平成4年1月にこのコミュニティ放送を地上基幹放送として制度化しました。令和5年12月現在、全国47都道府県で341社がこの放送を運営しています。コミュニティ放送の特徴として、周波数帯域は超短波 FM76.1 から94.9MHz を利用しており、市販のラジオ受信機での受信が可能です。さらにインターネットを介してスマートフォンやパソコンでも
聴取することができます。放送エリアは一般的に一つの市町村の一部に限定され、半径5から15キロメートル程度の範囲となっています。地域密着型メディアとして地域に関係する多様な情報を提供する番組が、当該地域の住民のニーズに応じて可能な限り1週間の放送時間の 50% 以上を占めることが求められています。放送番組の内容には、生活情報として道路交通情報や病院の案内、天気予報などが含まれています。また行政情報として、市町村の広報や災害情報、観光情報として、観光地や観光施設、各種イベントの案内も提供されます。さらに報道として地域ニュースが取り上げられ、娯楽として音楽なども放送されています。塩尻市と朝日村のコミュニティ放送として、塩尻コミュニティ放送株式会社は周波数 89.4MHz で放送を行っており、送信所は片岡の三陸線アルプス展望片岡ワインロード沿いに位置しております。愛称は高ぼっち高原 FM で、令和3年11月に放送を開始しました。放送番組にはモーニング高ぼっち、イブニング高ぼっち、ランチタイム894、そこのところちょっと聞かせて市長さんなどがあり、地域に密着した多様な情報を提供しています。ここでは塩尻コミュニティ放送株式会社と市との関係や取り組みについてお聞かせください。括弧に防災災害時のコミュニティ FM 放送の活用についてお聞きいたします。災害時におけるコミュニティ放送の特徴は、自治体が発表する停電や断水、救援活動に関する情報をリアルタイムで詳細に伝える能力にあります。送信設備や機材、スタッフが整備されており、臨時災害放送局への迅速な移行が可能です。自治体との協力に関して、自治体とコミュニティ放送局は災害放送に関する協定を締結し、災害放送を行うための体制を整備しています。災害が発生した際には、自治体が電話や電子メールを用いてコミュニティ放送事業者に災害放送の要請を行うことができます。また緊急割り込み放送の整備を活用することで、他の放送に優先して臨時放送を行うことも可能です。市は塩尻コミュニティ放送株式会社と令和4年1月に防災協定を結びました。この協定に基づき、災害発生時には市が塩尻コミュニティ放送株式会社と協力し、災害に関する多様な情報を発信することになります。市では災害時にどのような対応を行うのかお聞かせください。括弧3、コミュニティ FM 放送の地理的地形的難聴対策についてお聞きいたします。コミュニティ放送は地域に根ざした情報提供の手段として重要な役割を果たしていますが、地形や建物の影響により電波が届きにくい地域が存在します。このような難聴地域の解消に向けて、全国的にさまざまな対策が実施されています。
中継局の設置により電波が届きにくい地域を補完する取り組みが行われています。またインターネットを活用したサイマルラジオを導入することで電波が届かない場所でもラジオ放送を楽しむことが可能となっています。高ぼっち高原 FM の受信が困難な地域として市内では北尾野地区及び奈良川地区が該当します。この放送は市民全体が平等に享受できるサービスの一つであると考えます。市はこの地域の難聴対策について具体的な検討を行うべきだと考えます。市の見解をお聞かせください。次に2、市ホームページの地域の掲示板回覧板について、括弧1、本サービスの導入の意図と活用状況についてお聞きいたします。近年自治会や町内会において回覧板のデジタル化が全国的に進展しています。このデジタル化は手間やコストの削減に加え情報の共有や配布の効率を向上させることが期待されています。塩尻市が運営するホームページ地域の掲示板回覧板は今年の3月に区長会など関係者に案内がされました。従来の紙媒体で配布されていた情報の一部がホームページ上で閲覧可能となりました。デジタルデバイドの皆様を考慮し紙媒体も併用する形でサービスが提供されております。このホームページには以下のような利点があります。配布や回覧にかかる日数が短縮されます。配布物や回覧物の履歴やバックナンバーを確認することが可能です。また手渡しを行わないため感染症対策にも寄与します。紙媒体との併用サービスであるためメリットは限られていますが、ホームページの利用が広がることで、将来的には紙媒体の使用が減少し、区長や上会長の負担軽減につながると考えています。さらに、コスト削減にも寄与すると思われます。導入の背景、目的、活用状況についてお聞かせください。括弧2、現状の運用上の課題問題点について、サービスを開始してからまだ4ヶ月しか経過していませんが、現在の最も重要な課題や問題点についてお聞かせください。括弧3、今後の展開についてお聞きいたします。現在の課題や問題点を考慮し、今後の運用及び運営の方針についてご説明をお願いいたします。次に3、国道153号両のバイパス建設に関わる現状と今後の進め方について、括弧1、両のバイパス建設の取り組み状況についてお聞きいたします。国道153号は中高圏と中心地区を結ぶ重要な幹線道路であり、中央自動車道の代替機能を果たす路線でもあります。さらに大規模災害時には緊急輸送路として役割を担う極めて重要な道路です。しかしながら国道153号は交通量が多く、中心地域と南信地域を結ぶ唯一の国道であるにもかかわらず、特に辰野町から塩尻市の区間は
ボトルネックとなっています。車道や歩道が狭い上に歩道が存在しない箇所も多く、代替路線もないため、小中学生を含む地域住民の安全を確保することが難しい状況です。また冬季の積雪や凍結による交通障害が住民生活や物流に大きな影響を与えています。国道153号の重要性が一層高まる中、両のバイパスの建設に関する取り組み状況についてお聞かせください。括弧に、両のバイパス塩尻側接続検討委員会の必要性についてお聞きいたします。先日、両のバイパス建設規制同盟会の会議において、ルート案の提示に際し、交通、環境、土地利用、地域活性化、事業性、災害リスクの観点から、両の地区の地図を参照しながら、考慮すべき項目や場所について議論し、グループワークを行いました。両の地区内の情報はある程度整理されてきましたが、両のバイパスが最終的に塩尻側のどの地点に接続するのか、最も適切かについてはさらなる検討が必要であるとの意見が出されました。過去においてこの問題に関して議会で何度となく同様な質問が行われております。その際、言動との接続が適切であるかどうか、国道19号や20号を含む広域的な視点からの考慮が必要であり、塩尻東地区、大門地区、高出地区の関係者を含む検討委員会の設置が求められるとの市の見解が示されていました。現在の進捗状況を考慮すると、この検討委員会の設置が必要な時期に差し掛かっていると考えます。市のお考えをお聞かせください。以上で私からの1回目の質問を終わらせていただきます。小野義行議員の質問に対する答弁を求めます。市長。百瀬市長、はい、小野義行議員の一般質問にお答えいたします。私からは1コミュニティ FM 放送について、括弧1コミュニティ FM 放送と市の関わりについてお答えいたします。コミュニティ放送局は全国に341、長野県に10の事業者があり、そのうちの一つ塩尻コミュニティ放送、通称高ぼっち高原 FM につきましては、暮らしに密着した地域情報や防災情報を地域住民に提供することにより、心豊かで安心安全な暮らしの実現に寄与するとともに、地域の観光、文化、経済の発展と活性化を図り、元気なふるさとの実現に取り組むことを目的に、放送エリア内の企業や個人、賛同者などにより開局し運営されているコミュニティ放送であると認識をしております。行政に関する情報としましては、広報塩尻の内容を番組の中で紹介していただいているほか、私が毎月1回出演しておりますそこのところちょっと聞かせて市長さんでは、本市の市政運営の状況や
私のまちづくりへの思いなど、自らの声で直接お伝えすることができる貴重な機会であると捉えております。また高ぼっち高原 FM との連携では、令和4年1月27日に災害時におけるコミュニティ FM 放送に関する協定を締結し、災害時における緊急放送のほか、避難に関する情報や被災状況、生活支援等に関する各種情報の伝達を適時に行うこととしており、市が設置する防災行政無線を保管する情報伝達手段の一つとして考えております。このように高ぼっち高原 FM は、地域住民にとって暮らしに密着した地域情報や防災情報を得ることができる大変身近なメディアであると認識をしております。私からは以上でございます。山崎総務長。私からは、1、コミュニティ FM 放送について、括弧2、防災・災害時のコミュニティ FM 放送の活用についてお答えいたします。災害時における市民の皆様への情報伝達手段の確保は非常に重要であり、市では東方系防災行政無線による放送をはじめ、ホームページ、緊急メール使用事例、SNS 媒体の活用など、災害情報伝達手段の多様化に努めております。本市と高ぼっち高原 FM との間では、災害時に備えて協定を締結しており、災害時にはこの協定に基づき、災害の規模、被害の状況、復旧の見通しなどの災害に関する情報を発信してまいります。情報発信の方法といたしましては、市が提供する情報を高ぼっち高原 FM の放送番組よりも可能な限り優先して臨時に放送していただく災害情報放送という方法と、市が放送中の番組に割り込んで行う緊急割り込み放送という方法を併用しながら、市民の皆様に情報を提供してまいります。また本市が大規模災害発生時の情報発信のために臨時災害放送局を開設する場合には、その開設運営に関しても高ぼっち高原 FM に対して協力の要請ができる協定内容となっております。次に、高ぼっち高原 FM と防災行政無線との連携につきましては、危機管理課内にある防災行政無線の放送設備と高ぼっち高原 FM の放送設備を接続し、 J アラートによる緊急地震速報や弾道ミサイル情報などの緊急の情報を割り込んで放送する設備を設置しております。さらに、災害に備えた日常的な取り組み等につきましては、緊急割り込み放送の動作確認のための月1回の緊急割り込み試験の実施、市民総合防災訓練における臨時災害放送局の開設訓練を兼ねた訓練状況の生放送などを実施し、災害時に連携ができるよう備えております。私からは以上でございます。太田企画政策部長。私からは、括弧3、コミュニティ FM 放送の地理的地形的難聴対策についてお答えいたします。高ぼっち高原 FM の放送エリアにつきましては、塩尻市の主要な市街地をカバーしているものの、北尾野地区と奈良川地区については、総務省から許認可を受けた放送区域からは外れており、ラジオでの電波放送を聞くことができるエリアとするためには、新たに中継局の整備を行い、
放送区域を拡大する必要があります。放送区域の拡大につきましては、放送局開設時における事業計画を変更する重要な事項であり、今後の事業運営にも影響する事項であることあると考えますので、北尾野地区、奈良川地区へのエリア拡大につきましては、防災上の観点から事業者と連携して研究してまいりたいと考えます。なお、高ぼっち高原 FM は暮らしに密着した地域情報などを得ることができる身近なメディアでありますので、引き続き事業運営上の相談などに応じていくほか、ラジオ以外の放送手段である、ラジオ以外の放送受信手段であるインターネットやスマートフォンアプリの活用について、受信方法の周知などに協力してまいります。私からは以上です。島田市民地域部長。私からは2、市ホームページの地域の掲示板、回覧板についてのカッコ1からカッコ3まで順を追ってお答えいたします。最初にカッコ1、本サービスの導入の意図と活用状況についてお答えいたします。地域の掲示板、回覧板は市のホームページ上に市内10地区と66の区ごとにページを設け、各区などから各世帯へ紙で回覧や配布されている回覧板などの情報をいつでもどこでも見ることができるようにしたもので、地域の情報伝達手段のデジタル化の一つとして今年の5月から運用を始めたものでございます。地域の情報手段のデジタル化については、昨年度区の役員負担軽減の取り組みとして吉田地区において対話集会を開催した際に、働いている若い世代の住民から回覧板などの地域の情報をデジタル化してほしいとの声を受けたことや、将来的な情報手段のデジタル化を見据え、市が支援を行うことでデジタル化の有用性を住民の皆さんに実感してもらうことを意図して導入を始めたものでございます。また紙の回覧板では、次へ回覧してしまうと手元に残らないため見返すことができませんが、ホームページ上に掲載されていることでいつでもどこでも確認でき、見返すことができます。さらに自分が住む地区や区だけでなく他地区の活動を知ることもできるため、自治会への興味関心を持ってもらうきっかけになり得ることや、市外の方に向けては、例えば本市に移住を検討している方の参考にもなり得るものではないかと考えております。情報の掲載の仕方につきましては、区長をはじめ公民館文館や子ども育成会など自治会内の連絡事項がある方から、各地区の支所および地区センターに紙でご提出いただくか、データをメールで送っていただき、支所の職員がおおむね月2回程度の頻度でホームページへの掲載をしております。これまでの活用状況につきましては、運用開始当初の5月は各地区区ともに掲載している情報が少なかったため、地域の掲示板回覧板へのアクセス数は
5月1日から5月31日までの1ヶ月間で約3800回程度でございましたが、その後6月は約4500回、7月、8月は約6000回と増加しており、まだまだ多いと言える状況ではないものの、今後はさらなるアクセス数の増加が予想されます。次に、括弧に現状の運用上の課題、問題点についてお答えいたします。地域の掲示板、回覧板は、先ほど申し上げたとおり、市内10地区と66の区ごとにページを設けておりますが、区によって掲載される情報量に差があり、運用開始直後ではありますが、利活用が進んでいる区と、そうでない区の差が生まれ始めております。ホームページ全般に言えることでございますが、情報の定期的な更新は、アクセス数に大きく影響を及ぼすため、情報更新を継続していくためには、各区から定期的な回覧等の情報をいただくことが重要と考えております。区等への情報提供につきましては、これまで区長会を通して依頼を行っておりますが、区長など役員が多忙で各支所への情報提供が円滑に行われていない可能性が想定されるほか、地域の中には情報のデジタル化に関心が強い人ばかりではなく、情報のデジタル化の必要性を感じない方や苦手意識がある方もいることから、円滑な情報提供が進んでいない可能性もあると推察されるため、今後の検討課題と捉えております。次に、括弧3、今後の展開についてお答えいたします。地域の掲示板、回覧板の利用者は、8月末時点で1300人程度と推計をしておりますが、今後、利用者を増やしていくためには、繰り返しになりますが、掲載する情報の充実と定期的な更新が不可欠であると考えていることから、今後は情報提供する側のモチベーションの向上につながるよう、区長の皆様にページへのアクセス数を定期的に報告しつつ、情報提供へのご理解をいただけるよう、担当をする地域づくり課と各支所が連携して働きかけてまいりたいと考えております。また、住民への周知につきましては、広報使用尻8月号における自治会活動の特集の中で、この取り組みの紹介と、QR コードの掲載を行ったところではありますが、さらなる周知と利用促進を図るためには、区から住民への周知も必要と考えております。各区における住民への周知の実例としましては、地域の掲示板、回覧板の利用を促すため、独自にチラシを作成し、区のページの QR コードを掲載した例や、区の総会資料の表紙に QR コードを掲載して PR をした例などがあり、こうした地道な取り組みがアクセス数の向上に寄与していることから、活用事例を紹介するなどを通じて利用者の増加を図ってまいりたいと考えております。また、地域にとって長年行われてきた紙による情報伝達は、回覧チラシの印刷や仕分け、配布などの負担があるため、将来的に回覧板のデジタル化に切り替わることで、役員の負担軽減につながると考えており、地域の掲示板、回覧板をきっかけとして、地域の情報伝達のデジタル化が推進されることを期待しております。この取り組みを始めて約4ヶ月が経ちましたが、これまで申し上げましたとおり、初期の段階で確認された課題や効果の検証を行いつつ、より効果的な活用方法を検討してまいります。私からは以上となります。
曽根原建設部長。私からは3、国道153号両野バイパス建設にかかる現状と今後について、括弧1、括弧2の2点についてお答えいたします。両野バイパスにつきましては、国道153号の辰野町小野地区から塩尻市北小野地区にわたる区間において、集落内を通過する交通量の緩和及び冬季の積雪、路面凍結に起因する通行止めの回避など、課題解決のための対策として、新たなバイパスを計画しているものであります。はじめに、計画の取り組み状況につきましては、令和2年度から事業主体の長野県松本建設事務所において、道路概略検討業務に着手し、交通状況及び周辺の地形等の調査のほか、既存道路の問題点や地域における交通の課題等について調査・検討を進めてきたところであります。また、昨年3月には関係する地域住民の皆様を対象にアンケート調査を行い、その結果に基づき、昨年9月、意見交換会を開催し、既存道路の課題の抽出、事業の必要性、計画検討の手順等の情報共有を図ってまいりました。本年度につきましては、事業化に向けて必要な複数のルート対案の設定、ルート対選定時の判断材料となる評価項目の設定に向け、抽出された課題の解決策に関する意見交換会を10月23日に辰野町小野地区、10月29日に塩尻市北尾の地区でそれぞれ実施予定となっており、次の段階に向けて準備を進めているところであります。最終的なルート案の提示までには、もうしばらく時間を要するものと考えられますが、確実に事業化となるよう、引き続き地域住民の皆様と合意形成を図りながら、連携して取り組みを進めてまいります。次に、国道153号両野バイパスが接続する塩尻東地区等を含めた検討委員会の必要性につきましては、今後、153号両野バイパスの事業化にあたり、国道19号や国道20号との道路ネットワークを考える上で、広域的な検討が必要となってまいりますので、主といたしましても、関係する地域の皆様を巻き込みながら、事業を進めていく必要があると考えております。また、昨年3月定例会におきましても、新たな組織づくりについての要望をいただいておりますし、去る8月7日に開催した両野バイパス建設規制同盟会理事会の中でも、両野バイパスが最終的に国道20号へ取り付くように整備すべきであるとの意見も承知しているところであります。そうしたことから、新たな組織の必要性については理解しておりますが、まずは両野バイパスの事業化に向け必要な作業を確実に進めていくことを優先し、今後、事業の方向性や道路の整備方針など、作業の進捗状況を勘案した上で、事業主体であります長野県松本建設事務所と連携を図りながら、適切かつ効率的な時期に、関係する地区や関係者により、新たな組織が立ち上げられるよう準備を進めてまいります。私からは以上です。小野義行議員の質問を許します。小野議員。各質問に対しまして、丁寧なご答弁をいただきありがとうございました。2回目の質問に移ってまいります。1、コミュニティ FM 放送について、高ぼっち高原 FM は、令和3年に放送を開始して以来、
3年が経過し、その知名度が市民や行政の間で徐々に向上していることが見受けられます。市はこの放送の重要性を認識しており、災害発生時に高ぼっち高原 FM と連携し、市民の安全と安心を確保する手段として機能する準備が整っていることが確認できました。それでは本件の再質問をさせていただきます。コミュニティ放送を含む一般のラジオがなぜ災害時に強いとされるのでしょうか。第一に、音声のみの形式であるため、必要な情報が簡潔に伝わります。身近なメディアとしてテレビが挙げられますが、テレビは視覚情報も伴うため、視聴者によっては不快な映像が目に入ることもあり、精神的に疲労を感じることがあります。しかし、ラジオは音声のみで純粋に情報を伝達します。第二に、長い歴史と経験を有しているため、災害時の対応に関するノウハウが蓄積されています。ラジオ放送は1925年に始まり、その間に多くの災害が発生しました。そのため、緊急時に視聴者に情報を届けるための技術や方法が確立されています。第三に、どこにいても情報を得ることが可能です。テレビとは異なり、ラジオは携帯型の機器が多く、外出中や移動中でも必要な情報を迅速に取得できるため、心理的な安心感をもたらしています。第四に、全国放送のラジオを利用することで、重要な情報を包括的に把握することが可能です。全国放送では、政府の公式な見解や、災害の発生状況、災害のレベル、避難指示、今後の方針など、全体的な状況を理解することができます。一方で、地域のコミュニティ放送を通じて、特定の地域に関する詳細な情報を得ることができます。全国放送では、主要都市に関する情報が提供されますが、地域に特化した具体的な情報は地元のコミュニティ放送から得ることができます。災害用に特化した防災ラジオにはいくつかの重要な特徴があります。緊急情報を受信する際には、電源がオフな状態でも自動的に起動します。また、屋内でも音質が良く、聞き取りやすい設計となっています。放送内容は再生ボタンを使って何度でも聞き返すことが可能で、平常時にも災害時にも通常のラジオとして使うことができます。高ぼっち高原 FM が提供するラジオアプリがあれば、防災ラジオは不要だという意見もあります。現在のスマートフォンアプリは非常に充実しており、多くの便利なツールが提供されています。ラジオ放送もアプリで視聴できるため、ラジオ放送はアプリで十分と考える方も多いでしょう。しかし、ここには大きなリスクが潜んでいます。災害時の混乱により、インターネットが混雑すると利用できなくなる可能性があります。また、スマートフォンの充電が切れた場合も使用できなくなります。さらに、フェイクニュースやデマ情報が氾濫し、
正確な情報を得ることが難しくなることもあります。このようにスマートフォンを用いた災害時の情報収集には多くのデメリットが存在します。混乱が生じる災害時にはシンプルなラジオの方が使いやすく、正確な情報を得やすいのです。特にデジタルデバイドの方々は操作に関する課題が多く、スマートフォンでラジオを聞くことが非常に困難となります。市では災害時に備え防災行政無線システムを通じた情報提供を行っていますが、今年の1月1日に発生した能登半島地震に関する NHK の報道によれば、地震から約3ヶ月後の4月1日の時点で約4分の1の防災行政無線が機能していないとのことでした。このような状況を考慮すると、大規模災害時には防災行政無線に加え、市は災害時における情報伝達の手段を、情報伝達の信頼性を高めるために、さまざまな情報手段を整備することが重要であると思います。そのため高ぼっち高原 FM を受信できる防災ラジオをできる限り多くの市民に提供しておくことが必要であると考えます。安曇野市ではこの防災ラジオを約9600円で購入でき、条件に応じて市から3分の1または3分の2の補助が受けられます。塩尻市においても地域の実情に応じて災害時に必要不可欠な防災ラジオを市民が手ごろな価格で入手できる補助制度を設けることを検討してはいかがでしょうか。ご見解をお聞かせください。山崎総務部長。はい、高ぼっち高原 FM が取り扱っております防災ラジオ、こちらは J アラート等の緊急情報を受信すると自動起動するラジオ、これは議員おっしゃる通りであります。高ぼっち高原 FM ではこのラジオを商品を購入するのではなく、情報利用料を支払う、いわゆるサブスク方式と説明して提供をしています。利用するには申し込み金1000円に加えて月額利用料480円、年払いの場合は5500円が必要となります。安曇野 FM は、議員おっしゃる通り、防災ラジオが9600円で販売され、安曇野市では、補助が出るという状況であります。高ぼっち高原は、個人が利用料を払って借りる方式であることでありますので、ちょっと補助金の交付は難しいかなと考えますし、本市では平常時に防災行政無線の個別受信機から流れる情報が J アラートによる緊急地震速報等の緊急情報のほか、特殊詐欺の注意喚起情報、あるいは熊の目撃情報、行方不明者の情報等が提供されます。高ぼっち高原 FM の防災ラジオから提供される情報は原則J アラートによる緊急情報のみでありまして、個別受信機と同等の情報を受け取れないことなどから、現時点での補助制度の導入はやはり難しいものと考えます。今後ですね、高ぼっち高原 FM による防災ラジオの提供方法や市から緊急情報を発信する方法等を高ぼっち高原 FM とともに研究をしてまいります。私からは以上です。小野議員に申し上げます。質問は簡潔に、要点を簡潔にお願いしたいと思います。はい、小野議員。ありがとうございました。市民は安価にこの防災ラジオを入手するには、平常時において高ぼっち高原 FM の防災ラジオ放送が
防災行政無線の個別受信機からの情報とほぼ同様の内容となること、また防災ラジオの提供方法についての課題を整理する必要があることが分かりました。市は塩尻コミュニティ放送と連携・協力しながらこの問題の解決を引き続き模索していくことを期待しております。参考までに申し上げます。現在市の補助金制度を活用することで市民は防災行政無線に対応した個別受信機をアンテナ付きで約4万円で購入することが可能です。私の自宅にも設置しましたが、これはかなりの出費であると感じております。括弧3、コミュニティ FM 放送の地理的、地形的、難聴対策について、北尾野地区及び奈良川地区へのエリア拡大に関しては、防災の観点も考慮しつつ、事業者と連携して研究を進めることと理解しました。私の地元である北尾野地区は高ぼっち高原 FM 放送と同様に地上波デジタル受信が困難な地域です。そのため住民はケーブルテレビと契約しテレビ放送を視聴しています。しかし LCV ケーブル放送のエリアは主に岡や諏訪、地の地域であるため、塩尻市に関連する番組は、広報塩尻くらいで、北尾野地区の視聴者にとっては物足りなさを感じることがあります。このような状況から、高ぼっち高原 FM が中継局を通じて、塩尻市に関する地域情報を容易に受信できるようになることは住民にとって非常に有益です。生活情報や緊急災害に関する情報発信及び情報共有の観点から北尾の奈良川地区における難聴地域の解消は行政が取り組むべき重要な課題であると考えます。今回の対策として中継局の設置が必要であると考えますが、事業を進めるには財源が必要です。総務省は難聴対策として、中継局を整備するための民放ラジオ難聴解消支援事業補助金や過疎対策事業債などを用意しています。これらの制度を活用することを検討し、喫緊の課題として事業化が進むよう迅速に取り組んでいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。またこの要望を実現するために地域や地区はどのような対応を行うことが効果的でしょうか。市としての提案やアイデアがあればお聞かせください。太田企画政策部長。はい、高ぼっち高原 FM につきましては、暮らしに密着した、地域情報や防災情報を得ることができる、地域住民にとって身近なメディアであるということは我々も承知しているところです。ですがエリア拡大のための、中継局の設置などの整備については、公共施設としてのイニシャルコストのほか、今後かかるランニングコストを含め多額の費用負担も伴います。このため防災行政無線も含めた事業効果の検討が必要でありますし、民間事業者への支援となりますので慎重な議論が必要と考えます。ですので、今のところ、地域での対応等については特に必要ないのではないかと考えております。以上です。小野議員。ありがとうございました。防災ラジオの購入支援や高ぼっち高原 FM の難聴対策については現状多くの高い障壁が存在することが明らかになりました。
しかし先ほどの市長の答弁にもありましたが、高ぼっち高原 FM は市が設置する防災行政無線を補完する情報伝達手段の一つであり、地域住民にとって暮らしに密着した地域情報や防災情報を得ることができる非常に公共性の高いメディアです。ここは行政と民間が一丸となって連携協力し、市民住民目線で積極的に解決策を見出していただきたいと思います。次に地域の掲示板回覧板について、括弧1本サービスの導入の意図と活用状況について、第一段階として住民の要望を考慮し良好な運営が行われていると推察されます。括弧2現状の運用上の課題問題点について、地域や区によって利活用の状況に差があること、さらに全体的に投稿されるコンテンツの数が少ないという状況を認識しました。なぜ投稿数が少ないのでしょうか。市ではコンテンツを配置するための枠組みを整えましたが、具体的に誰がいつどのようにコンテンツをどこに配置するのかについての作業手順やルールを運用マニュアルとして整備する必要があると考えます。このマニュアルを活用し、関係者に対して実践的な研修や教育を行うことで、皆様からのコンテンツ投稿数は現状よりも改善される可能性があると思います。いかがでしょうか。また各市所の担当者は紙媒体の配布物や回覧物の手配作業と並行してホームページへの投稿作業も行う必要があります。これは明らかに負担の増加を意味します。現場ではこの問題が認識されているのでしょうか。このような対策を考えているのかお聞かせください。島田市民地域部長。はい、まず掲載している記事が少ないというのは、まずまだちょっと期間が短いですので、そういった意味では、これから増えていくのかなというふうに感じております。またルールですけれども、今決まっていることは毎月1日と15日に、ホームページに公開更新をしていくということとですね、掲載注意事項について確認をしております。この掲載注意事項というのは、いわゆる個人情報の取り扱いに関することです。そこをきちっと、させていただいて、ホームページの方に載せていくということで、それ以外細かなルールは、特に設けていないという状況であります。まだまだ始まったばかりで、これから運用の方法について必要があればまた検討していきたいと思っておりますし、思っております。あと職員の負担につきましては、こちらにつきましては区から提供された回覧物をそのままホームページに掲載しておりますので、情報の更新についても月2回というところで大きな負担ではないというふうに考えております。また職員で市所の職員でわからないことがありましたら、地域づくり課あるいは地域支援コーディネーターが対応しておりますので、そういったところからおおむね負担はないと、大きな負担はないと考えております。今後も引き続きですね、地域づくり課と市所で情報交換しながら効率的な運用を図っていきたいと、このように考えております。以上です。小野議員。ありがとうございました。今後は地域や区の住民が求めるコンテンツを多く継続的に発信していくことが重要であると考えます。これにより徐々に地区や区の役員の皆様の負担を軽減できると期待しています。また住民ニーズの
住民ニーズに寄り添いながら改善を図ることも重要であると思います。かっこさん、今後の展開について。各支所の皆様や部長を巻き込み、投稿コンテンツの充実を図ることが重要であり、住民の皆様への収支と利用のために QR コードを掲載活用し、利用者の増加を目指すことが確認できました。現在このホームページのレイアウトは市と区からの行政情報を意識して設計されているように見受けられます。一方で公民館やスポーツ協会などは独自に SNS を通じて情報を発信しています。これらの情報発信と役割分担や情報の整理、さらには連携の方法について考える必要があると思います。ご見解をお聞かせください。島田市民地域部長。はい、地域のですね、各種団体の SNS ですとか、独自のホームページとどれくらい運用されているかちょっと承知しておりませんけれども、地区ごとに SNS などの情報を一覧にすることは住民にとってこれは重要なことだと考えております。地域の掲示板、回覧板において任意団体も含めました情報の一元化を図っていくには情報の整理など技術的な課題も出てくることからですね、今後は情報発信にあたりどのような手法が有用なのか研究をしてまいりたいとこのように考えております。以上でございます。小野議員。ありがとうございました。このホームページ、地域の掲示板、回覧板は現在各地区の支所の職員が主に担当していますが、今後運営が軌道に乗れば在宅での業務が可能となり、外部業者への業務委託も積極的に行うことができます。しかしながら、まずはこのホームページ、地域の掲示板、回覧板が住民の日常生活に役立つ情報源となるよう市の取り組みに期待しております。次に、153号両野バイパス建設に関わる現状と今後の進め方について、取り組み状況について、検討委員会の必要性について、それぞれご答弁いただきありがとうございました。検討委員会の設置については、引き続き検討が行われているものの、現時点では実施されず、適切な時期は今後であるとの見解を理解いたしました。生活道路は地域住民が安心して利用できることが重要です。この目的のために、今後設置される検討委員会での議論が始まり、着実に両野バイパス建設事業が進展することを期待しております。以上をもちまして、私のすべての質問を終了させていただきます。ありがとうございました。以上をもちまして、小野義行議員の一般質問を終結いたします。この際10分間休憩します。